ありがとう、本当に。ありがとうございます。服装がセクシー、これ水着本当だと思う、嘘だと思う、これ水着って言ったら嘘だと思う、本当だと思う。水着着て配信やばすぎる。ちょっと今ハイライター開けてるんですよ。水着ではないです、ごめんなさい、嘘です。でもこういうタイプの水着を探してる今。次の写真集はヒートンって聞きましたやばすぎ、出したいんだけど絶対無理でしょ、研究生では。研究生ではね、でも研究生で出したらすごいよね、逆にすごいよね。武器がむねむね。ありがとうございます、お誕生日ありがとう、おめでとう、ありがとう。どうやって開けんのこれ、いや、研究生ってタイトルで確かにいいかも、ありかも。ありがとう、ありがとう、みんなお誕生日おめでとうって。23時、今日23時59分までやるんで、23時59分までおめでとうって言い続けてください。すいません、本当に引いたのいい、嬉しい。てか私なんか露出することに対して抵抗がないんですよ、全然。そうやばいのかな、なんかこれメンバーにも言った気がする、なんかやばいよって言われた気がする。そう、 NMB さんはなんか研究生でグラビアをしてるイメージがある、研究生もグラビアをしているイメージがありますね。もちろんこっちに寄せておくね、ちょっと。写真集いたらじっくり研究します、どこだよまだ誕生日だもんね。そうだよ、今日は本当に23時59分まで姫野の日、はいてねありがとう。え、おっと、そう、前にも露出狂露出狂露出狂、なんか個人的にもうこういう服が大好きなの。でもそう、なんだ、なんて言うんだっけ、着れないじゃんお話し会とかで。だからなんか最近服買うときにお話し会で着れるかなっていうのを前提に買うんですよ、服をね。あ、これはお話し会着れるかなみたいなっていうのを前提でに服を買うんですけど、私の着たい服がこういう感じだから研究生ダメなんですよ今こういうのが。そうだから人前で着替えちゃうタイプ。うん、そう、写真出せるかな、みんなみんなみんなのみんなの力が必要です写真集、写真集出すのはみんなの力が必要です。でもリコチさんのすごかった、いた、あ、うっちありがとう、今日ねうっちのお手紙ずっとたくさん届いてて読んだよ、ありがとう。いちごもひいたん露出狂って言ってた、嘘。でも私なんかね、その僕隊の時かな、僕隊の時の楽屋がなんだっけ、僕隊の時の楽屋があってね、リハした後に
あのお化粧とか髪型をするわけですよ。で私はもうリハって暑いじゃん、クアトロって暑いじゃん。そうで、なんかリハも結構汗かくの、結構やるから踊るから。そうで、なんか、うん、汗かいてもう次化粧ってなった時にもう暑くて、別に楽屋が暑いって、楽屋は涼しいの、すごく涼しいんだけど、私はもうとにかく服が脱ぎたくってなんか着てるのが嫌なんですよ。汗かいてて服着てるのが嫌で、まあでもさすがにいろんなねヘアメイクさんとかもいるし、下着はやばいかと思って、あのキャミでいたんですよ。キャミソールで、キャミソールで化粧してたんですよそしたらなんかマネージャーさんがなんか多分入るよみたいな、いつも扉閉めてるんですけど、多分マネージャーさんが入るよみたいな、みんな今入って大丈夫みたいな、そう感じで声かけてて、はい大丈夫ですよって言ったら、いやヒーター服やばいよみたいななんかヒューナは別に気にしないのね、別にそんな、そうだ、ただ別にマネージャーさんに見られてもだ、そうだけどやばいらしいダメらしいいややばいからって言われた、えヒューナは別にいいよみたいな、いややばいから服着てって言われてえー、みたいな、ダメなのみたいな、ありが生まれてきてくれてありが嬉しい、改めてありがとう、いい3月です。いやね、おめでとう、ありがとう、ありがとう、早くしね、幕張でも誕生日、本当だよ、もうお祝いメッセ、みんなの第一声がおめでとうなんだろうなおめでとうなんだろうな。ルールなかったらどこまでいける、ルールなかったらどこまでいけるの、いけるとこまでいけます。そう、めっちゃありがとう。電車で着替えたことはないです実績積む X で違うの、なんかねできるのかな、出せるのかな、多分無事にと、ありがとうね、うちめちゃくちゃ可愛いお手紙だった、字も可愛いし、ありがとう。うち踊ってたら汗飛んだりする、飛ぶと思う、私ってしかもさめっちゃ汗っかきだから、あれなんだったっけ、なんて言うんだっけ、飛ばしちゃってる可能性があるんだよね汗を。お誕生日ありがとう、ありがとう、クラッシーさんずっと言ってくれてる、みんなもずっと言ってくれてる、ジージーさん森誕生日おめでとうございます、森先生さんありがとう、ありがとうマネージャー、その時はマネージャーさん男性でした、だから閉めてたの。そう、いちごが姫野の露出エピソードを話しかけてやめてました、それかな、わかんない、でもなんかたくさんある気がする、私の露出エピソードは、てかメンバーと集まるときあるじゃん、よく集まってるじゃん3期生、そういうとき基本私なんかなんていうの、大丈夫そうみたいな格好してる大丈夫そうみたいな格好してる、もう本当に服が嫌いなんですよ、服着るのが、家の中でね、特に家の中減るもんでね。ひーちゃん今から皿洗いするらしいの、あれでしょ、なんだっけ、お部屋片付けてるみたいな、あとお花と、あいえ、オッケー、加藤さんお誕生日ありがとう、加藤さんこんばんは、ありがとう、あこんばんは、お誕生日平吉さんありがとう、いけるとこ私もそう、てか基本研究生は見せちゃいけない、僕たの自己紹介の時におめでとうって言ってあげようか、なんでそんななんかあげようかなの、言ってよ言ってよ、開いた開いた、こたつ猫さんこんばんは、なれさんこんばんは限界突破していこう、確かに、ごきげんや一番初めにおめでとうラインは誰でした、サッチーでした、さすがです、そうサッチー、なんか昨日ねそう3位上位3名にお菓子買ってあげようと思います、1位がサッチ、2位がイチゴ、3位がリエチだった、みんな1、2、なんかうん、なんだっけ、サッチ何時間を見たのね、送ってくれてた時間を見て、そう1位がサッチ0時0分、もうでも私も LINE ひわたぎ配信してる時に上に一番最初に通知が来たのがサッチーだったのね、こうピンってサッチーって来てて、
で次にイチゴが同じ時間なの、同じ時間なんだけど0時00分でイチゴは、ただ2通目に0時多分40何秒とかに送ってきたはず適当めっちゃ適当だけど、サッチは多分0時0分0秒に送ってきてくれてるの、あれ多分で、そういちごがその後でも0時0分なんだけど、そう秒数がそうちょっと2でしたみたいな。で0時3分にリエチが、そうでその後もうなんかメンバーから来てみたいな感じです。ただ3名、ヒーター22歳でも STU でベテランに、かなんかそれさ私さ、いいことなのか悪いことなのか分かんなくて、それなんか誰かにも言われ誰かにも昨日かな、ファンの方、ペンギン兄さんではない方にも言われてた気がするんだよね。そう、閉めなくてもいける、株式会社して裸族さ、昇格したらオフショルダー、えそうだよ、てか昇格したらみんなが来てほしい、オフショル送って送ってとかやばい、汗飛ばしてたの見えた、ミューポンが、あそう、あのね、ミューポンとちょっと計画を立ててるんですよ、遊びに行く7月かな、そうあるところにミューポン連れて行きたいなって思ってて、そうもうなんかそのまだどことは言わないんですけど、それを見た時にえミューポンと行きたいって思ったところがあって、そうミューポンと行きたいって思ったところがあって、そう昨日ミューポンからおめでとうって来た時にそう行こうって、そのうち葉っぱ1枚とかで配信してそう、でも全然できちゃうのが姫なんだよね、でも怒られるんだよね STU 的にSTU 的に怒られるんだよね、裸より寝顔見られる方が嫌なの、嫌だってよだれ垂らしてるかもしれないじゃん、別に裸を見て別に裸見て何になるのって感じじゃん、なんか寝顔を見られてなんかよだれ垂らしてたら嫌じゃん、なんか汚くない、汚くない、ひらひらさん本当にありがとう、初見さん、STU43研究生の森瀬ひなです、よろしくお願いします、22歳になりました、何回嬉しい、ずっと言っててそう今度の僕といろいろね、今度の僕といろいろありすぎて、クスクバのパンケーキとかぶちゃは全部食べたよ、昨日配信終わって2枚ぐらい食べて、朝持って帰って朝食べました、だからそうお皿を返さなきゃいけない、ひーちゃんに、ただあの旗みたいなのあったじゃん、22歳って書いてくれたあれは置いてる、ゆきちゃんじゃん、ひーたんお誕生日いらっしゃいませ、ゆきちゃん会いに来てくれるの嬉しい、久しぶり、あちさん、ひーたん、カノルリお誕生日おめでとう、ありがとう、女子は何歳まで誕生日が嬉しいです、ずっと嬉しいんじゃない、逆に男性ファンの皆さん逆にあれなんですか、逆に何歳、なんか何歳てか、なんか男子と女子って誕生日のこのなんだろう、価値観が違うよね、なんか私中学生の時とかてかもう女子はずっとさ、なんか誰かの誕生日があったら計画とかするの、私計画とかするのも好きだし、私の周りの友達のみんなも計画するのが好きなタイプで、なんか中学生とか高校生とか学生時代なんかなんていうのっけ、誰かの誕生日が近かったらいろいろ計画して、ほらみんなでなんか寄せ書きしたり、色紙あげたり動画作ったりとか、その動画でなんかしたりとか、黒板に書いたりとか、お菓子なんかいろいろサプライズするわけですよ、でも男子がそういうのしてるの見たことなくって、なんかすればいいのに男子もすればいいのに、なんかなんでしないんだろうって、しかもなんかなんて言うんだろう、俺明日誕生日みたいな言う人いなくない、あんまり、なんか女子もあんま言わないか、ヒュアナだけなのかな、ヒュアナ明日誕生日みたいなてか明日なんか姫の小学生のとか、なんかね小学生の頃ってさ、ほら本当に姫のっておかしな人だからさ、なんか誕生日の日って自分が主役だと思ってるのね、そう
だからなんか教室開けた瞬間におめでとうって言われないとなんか嫌なの嫌だったのひなは。そうで、なんかだから言ってもらえるかなって緊張しながら投稿してたのが、投稿してた、めっちゃ覚えてる。それは誕生日のたびに緊張しながら朝投稿してた、やれなかったらどうしようみたいな。そう、サッチはお風呂上がってきたからずっとスタンバイ、かわいすぎかわいすぎる、かわいすぎる。4位誰なんだろう、わかんない。4位誰なんだろう、そこまで見てなかった。確かに日本一の、うわいいね、行きたい。かずやんさんありがとう。かすみん配信で返信ないんよって怒って、返信して、え違うの、なんかおめでとうって送ってきてたんだけど、あの私がそうショールームしてて、ずっと返せないわけじゃん、ショールームしてるから。そうで、なんかショールーム、あのなんだっけ、ショールーム終わって、配信終わって、そう急に電話、ほんまに配信、絶対配信見てただろうってぐらい、配信終わってすぐかすみんから電話かかってきて、そうだからなんか返信も何もそう、誕生日おめでとう、たけさんありがとう、なあたんからも来てましたか、あのなあたんさん知り合いじゃないです、知り合いじゃないです。ついに返信、返信した。ひーちゃんパンケーキタワー作ってくれ、あそうだね、ひーちゃん、そうひーちゃん、そうお礼しなきゃ。ちなみにカスミンからはいつ、カスミンからいつな、あそうなんかでもあの子は0時2分だったの実はリーチより早いけど、あなんか電話かかってきてたから、そうちょっとカウントしてなかったの。そうそれ聞いたのかな。サチはひたさんって、ひたさん誕生日おめでとう、あールパンさんありがとう。淡路島においで、淡路島行きたいんだよね。変なの怖いってことじゃない、怖いところかとか高いところでしょ今のなら純粋なミューパンもねえ、純不純なとこ連れて行かないから基本寝てるとき、そう基本目、そう貝殻裸見せろ、こっちは寝顔寝具で好きし、やだ。しまんちさんありがとうございます。マンゴー、マンゴーは、マンゴーは食べ、あマンゴーは食べた、マンゴーはすぐ食べた、その日に。ヤッホーフラペチーノさん、当日券買ったら幕張、ありがとう。30過ぎてからねすもうさ、なんでやねん今となっては。うーん10代までですかね、誕生日が嬉しいの。でも子供祝ってくれるの嬉しかったです。あそっか、そういうのもあるのか。うん嬉しいよね。でもひな祭り、ひな祭り、ひな祭り、私わかるね、いいよね誕生日、行ったらお祝いしてくれる、行ったらお言ったらお祝いしてくれました。私お誕生、お母さんにお誕生日プレゼントあげたことないかもしれない小学生までだよ。こんばんは。男同士はじゃあ牛丼ごるわ、ああそういう感じなのか、そういう感じね。でも友達はね多くても少なくてもいいんですよ。そう友達がいれば、男も軽く誕生日するけど、缶ジュース、あーやっぱそうなんだ、おごるとかなんだ。もう何歳なのか忘れてきた。ひーたんの気持ち嬉しい。うちひなくんお疲れです。しんちゃん私はめでビンゴの神生誕祭毎年盛り上がるのよ。えそうなの、いつなの。おっくんさん誕生日おめでとう。お誕生日ヒーターありがとう。しんちゃさん STI 歳なんだよね。エリさんお誕生日おめでとうありがとうございます。22歳の居心地はどうですか。わかんない、22歳の居心地、22歳の居心地、なんか居心地いいって思った誕生日はでも20歳ぐらいかも。そうもう何もかもが解禁されるわけじゃん。そうなんかなんだろう、カラオケ深夜までいてもいいしみたいな、もうあの時は本当に嬉しかった。てかなんか自由じゃん、もう20歳の誕生日迎えたら。なんか私基本なんか何ひいま、20歳超えるまでひいまるまで遊んだ、遊ぶみたいなことがなかったの。いやそんな遊んでないけどね。そうけどそうなんか20歳になってからもうそういうのが全部なくなったから、そう
わしでケーキ食べてない。なんか一人でケーキ食べるの辛くてさ。かすかは昨日の配信見ててペダルの煽りのとこおこでしたおこでしたやばすぎる怒ってるの想像つく。のびーるさん、30歳までアイドルしてください。できるかな。体力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 と相談です。早く生誕祭ねえ。てかそっちの生誕っていうが出てて可愛かった。そう、何あれ、うさぎ、なんかめっちゃ可愛かった。ただそう、私なんか絵心ないじゃん。生誕っていうとこ来たらどうしようみたいな。みんなどうす、何がいい。ひめなの顔プリントしちゃダメ。ひめなの顔プリントされた。そう、お祝いしてもらいやすかった。え、お祝いしてもらいにくかったっていうのかな、手を言うのかな。もう高校1年生の高校ん高校1年生、私なんかちょっと遠い高校行ってるから誰一人いないんですよ、高校中学校から一緒の子が。そうで、なんか高校1年生の誕生日の時はマジシーンって感じでしたシーンって感じで、6月だよ。4月にまだ2ヶ月ぐらいしか経ってないわけですよ、出会って。高校1年生の時はもうシーンって感じでした。みたいな。お母様、イータン、ありがとう。イカちゃん、意外にマンゴーって姫野の曲、意外にマンゴー大好き。さっき福田さんが仲良くなりたいって言ってた。ありがたいです。福田さん、あかりんさん、嬉しい。あかりんさん好きなんですよね。なんかあかりんさん、なんか常に自己肯定、なんかなんて言うんだろう、褒めてくださるから何に対してもすごいポジティブに返してくださって褒めてくれるんですよ。そう、それこそなんかすごい、なんて言うんだろう、すごい見てるというか、3期生のことを見てくださってるというか。そう、なんかあかりんさんのおかげで、なんか何、やったーっていう、3期生がやったーっていう回数が多い気がする。マジであかりんさんのおかげなんですよ。そう、あかりんさんのおかげでやったーって3期生が言ってるシーンが、場面が何個かある気がする。マジであかりんさん様様なんですよ。誕生日おめでとう、ありがとう。デビルプロさん、今日のヒーターいつも以上に本当に髪くくってるからかな。お母さん、誕生日に娘を誕生させたのすごい。なんかね、頑張ったらしいよ。どうしても誕生日に産みたくて、めっちゃ 歩いてたとか言ってた。どうしても誕生日に産みたかったらしい。コミックのちょっと見ます。おしめななみんさん、お誕生日おめでとう、ありがとうございます。誕生日嬉しい。なんかこんなにさ祝われることないじゃん。男同士手作りケーキがやばいでしょ。やばくない、かわいいってなる。そういえば22歳の目標は、皆さん、ファンの皆さんの、あの何、ファンの皆さんのが思っ、なんか何、まあ各々ね、ファンの皆さんっていうとあれ、なんか一つのまとまりみたいな、まあそれぞれ私に何をなんかしてほしいとか求めてるってすごいそれぞれ違うと思うんですけど、なんかファンの皆さんの思、なんか期待してくださってることに全て応えたいというか、そんな1年にしたいなと思ってるし、あの選抜に、入りたい、入れるような、そう、入れるように、入れるような1年にしたいです。私はもう、なんて言うんだろう、選抜に入っておかしくないねって言われるような、この22歳はしたいですね。そう、私なんかいろいろ、あのプロフィール欄にも書いたんですけど、やりたいお仕事とか挑戦したお仕事とかいろいろ書いてるんですけど、なんかいろんなことに挑戦したいなって思ってるし、そもそもなんていうの、私もう一個あの新たな夢ができて、そう、なんか自分の、なんか自分のっていうか、なんていうんだろう、なんかラジオのお仕事をもっとしたいみたいな。そう、喋るのが基本好きだから、私は。そう、私だ、あ、ごめん、2つあった、やりたいお仕事欲張り、2つあってやりたいお仕事が、あとホラー映画に出たい。そう、ホラー映画に出たいです。自分で想像していた22歳になってない。昨日ひーちゃんと配信終わった後にもさ、なんか想像してた22歳じゃないって。そう、大学1、2年生の時は遊んでたって、その遊んでなかったのっていうとも違うけど、普通に遊んでた、遊んでたけど、その
何夜遊びとかじゃない気がない、大阪の夜は治安が悪いのでそう。ヌッシーさんお誕生日おめでとう、ありがとうヌッシーさん。さっきウサギって、ウサギなんだあれ、クオプリント全然いい。生誕記念に写真集、写真集を社長の椅子ヒーターン、私眠いよ、寝ないで嘘。那須田リッチさんお誕生日おめでとうありがとう、ぜひお顔アップでお願いします。お顔アップ、お顔がいっぱいで T シャツなら作ってるやんビンゴの神さん。22歳から今年はなボールを何メートル投げる、ボール何メートル投げる、投げれるだけ投げたい。何やねんサインのさっと書いた王冠デザインみたいな T シャツでいいでしょ。でも最初の生誕って言って結構大事じゃない、何にしようくさんそう、服ね、あかりんさんめっちゃそうもらいました誕生日ありがとう。立ち上げれるかな、立ち上げてもいいのかな写真集、そうだからなんかおのおの、そう皆さんいろいろ思ってくださってると思うんですけど、まあでもなんて言うんだろう、いきなりバン写真集が出せるわけではないじゃないですか。なんかなんだろう、雑誌のグラビアをしたりとか、なんかいろんなものを積んでっての写真集だと思ってるので、じらしてじらしてじらして写真集でバーンみたいな写真集でバーンみたいな感じです。わかりますか意味が、じらしてじらして、そう皆さんをじらしてじらしてじらして写真集でドーンみたいな感じで私はやりたいなと思ってるので、そう皆さんはとことんじらされてくださいじらされてください、もう本当に。確かに健康で嬉しい、写真集やばく、写真集やばくて応援するね、ありがとうクラシーさん。じゃあ早速お願いですが、25日の広島県タワレコのパネル、あタワレコのパネルはもうサインしてるんですよ、パネルサインしてるから見に行ってみてほしい、次の僕隊来られる方かな、ぜひ。そうパネルにサイン書いてるので、ごめんなさい全然言ってなかった、キャーっていう人、そうホラー映画てか、なんかもう本当に何でもいい、ホラー映画に出たい、なあったんと推しの子の映画にまで、もうめちゃくちゃ可愛かったなあったん、やばかった、あの出てるじゃないですか、なあったんとか言っちゃダメか、なあったんさん、なぎささん、なぎささん、なあったん、ヒーター持ってる、やりたい、グラビアサイドしてはいつになに来るのかな、わかんないけど、でもなんて言うんだろう、研究生だから私は STU48 の研究生だから、そうやっぱおの、なんだろう、各それぞれさグループのなんかグループのあれがあるじゃん、なんていうの、なんていうの、グループの色っていうのかな、その NMB さんは研究生でグラビアやってるじゃん、じゃあ STU もできるじゃんっていうわけにはなくて、では言うわけでもなく、なんかそうやっぱそれぞれのグループの、そう NMB さんだから NMB さんだからできるわけであって、 STU の研究生がじゃあそうあれ同じことできるのかっていうと、それはまたなんか多分話が違ってみたいなそうだから、まあ研究生一応収穫しならかな、わかんないけど、ホラー映画、ホラーはどっちが、え、どっちの役でもいい、どっちの役でもいい。ヒント、ナイトプールに行きそうなイメージ、ナイトプールは混んできたら帰ってたてかナイトプール行きたいんだけど、今年もね、私のね水着マジでクソダサくて別にいいんだけどね、僕は選抜でいいと思います、ありがとう。北そう、ミラー紫、ミラー紫、確かにラジオの際のこの間、本当に嬉しい、ありがとう褒めてくれて、なこさんこんばんは、全然写真集出すの、あ、さっき全員で写真集出すバーンってどこまで出すの、もうバーンと出します、ちゃん写真集ちゃんと布ありますよね、全部布ないかもしれない、下手したら、あまりじらしすぎるともうこの、そんな悲しいこと
言わないで。確かにじらすの大事。ドン、そう。バランスでドン、そう。あまり厳しく言った時に SNS を頑張ってほしいな。SNS か。SNS。そうなんですよ。いきなりですと。やーな、ヒーター、記入した日の夜。本当に？嬉しい、ありがとう。よしんさん、お誕生日おめでとう、ありがとう。お化け役どっちでもいい。初見ですボタンなくなった、初見です。いつも言うじゃん、いくぴょんさん。いくぴょんさん作ってる勝手に。ありがとう、来てくれて。あやなゆあちゃんのしくじり先生見てめっちゃ団長の顔がちらつきました。ゆあちゃんのしくじり先生なんだそれ。待って、誰だこれ。ふくちゃん、ふくちゃん、たまありがとう。嬉しい、ふくちゃんありがとう。ちょっとまとめてお礼配信しますね。またいくちゃんさんフォローしました、ありがとう。またさん、お誕生日と。写真集研究してる、今日写真集研究してる。そう、ぽんすけさん、お誕生日おめでとう、ありがとう。お誕生日おめでとう、高菜さん、ありがとう。つみさん、ひた、バサキミサイトの餌なんだ。え、なんのやつ、いいな。改めてお誕生日ありがとう、しんいちさん。地道の努力、確かに。しても写真集だと、そう、こうやってやってくる。そう、コンセプトがそれぞれ違うから、言い方どんな、ダサい。バーン、待ってます。デンスケさん、あ、今日デンスケさんのファンレター読みました、ありがとうございます。いろいろ知れました、デンスケさんのこと。ふくちゃんの誕生日おめでとう、ありがとう。ふくちゃん、たまも写真で運営からストップかぐるの出してほしい。うん、私はそのつもり。それはできるからみたいな。ひーたん声がいいからラジオいいかもね。本当にそう、そうとかじゃなくて、あの姫菜の欠点ってかダメだって、これは早口なんですよ、ラジオをする上で。そう、早口で喋っちゃうから、もうちょっと聞き取りやすいように喋りたい。さてゆきさん、ミキもいる、バーン、期待しかない。期待しててお誕生日、お誕生日ありがとう。マフェリアさん、エビトゥーさん、まずはヤングマガです。確かに、また話し会たくさん話したいね、待ってるよ。つまなし、お誕生日ありがとう。ヒータン、定型13、え。え、そうなの。そんなにある、嘘、そんなにあるの。13、普通に13個だっけ、普通。そういえば去年の今頃、自分はまだヒータンと出会ったの、この1年すごく濃い1年だった。え、そうなの。まだまだまだアンナさんオタクをしてた時かい。そう、あのね、この前アンナさんがもう、ん、同い年なんだからタメ口じゃなくていいよって連絡が来てたんですよ。そうそうだけど、そう、ちょっとさすがにまだできなくて、いまだに、いまだに敬語です、ずっと。そう、やめたとは言えな、やめたとは言え、ちょっと先輩なので、ちょっと偉大な。兵器は水着持ってるのに、かすかに聞かれて持ってないって答えてました。なんで。改めてありがとう。海外、国内どっちで撮りたいとかある。国内、国内で撮りたい。そう、広島と岡山で撮りたい。バーンやドンを研究写真期待してて。ゆきかん、ありがとう、誕生日またありがとう。三上ゆあちゃんのしくじり先生ね、団長も見ましょう。どこにいて見れるの、三上ゆあさんの写真集のために地面が出てますって、飯やピッタメンバー写真。え、そうなの、じゃ言えばいい。この前ラジオ出てた、1000円とかにして。一生懸命原稿を読み込んでたのに。本当、ひめなちゃんはっきり話すから聞き取りやすいけどね。あの、そう、私はでも意識してるの、あの、聞きやすいように話すのは、まあ、滑舌は悪いんですけど、ただあの、皆さん森かすみさんの TikTok 見てみてください。なんかアフレコしてる方いっぱいいるじゃないですか、まあ、インフルエンサーさんでも。
TikToker でもアフレコしてる方がたくさんいると思うんですよ、 TikTok にも、まあ、この世にも。で、でもなんか私森越し、まあそれはね元アナウンサーだからもうめちゃくちゃ聞きやすいな、当たり前なんですけど、森かすみさんがあの TikTok に出してる一番あのトップにしてるやつ、一番なんかなんて言うんだろう、お仕事のルーティン、なんかお仕事動画があって、それアフレコしてるんですけど、めちゃくちゃ発音なんか聞きやすくて、なんかもうあれが目標ですね。私もなんか聞いてて不快にならない声っていうんですか、私って聞いてて不快になりがちな声だから、なんか誰が聞いても聞きやすいみたいな、聞きやすいし聞いてて不快にならない声っていうのが森かすみさんの声で、好きだからそう聞こえちゃう、なんかわかんない、好きだから聞こえそう聞こえるのかもしれないけど、でもあれはそう、てかコメントにも書いてあって、なんかアナウンサーだからなのかめっちゃ聞こえやすいみたいな、聞きやすいみたいな、もうなんか本当にさすがだなと思った。よしさん誕生日ありがとう、春秋でそれも止められそう。アンピーさんって22歳なんや、アンさん22歳なのかな、同い年です。でもそう同い年なんですよ。まずそう、リナさんとグラビアやりたいリナさんとグラビアやりたい、まずそもそもね、リナさんとグラビアやりたいんですよ。そうリナさんとグラビアやりたい、それを書きたかった、言いたかった。同い年だけど先輩と付き合いなかなかった、そうタメ口に崩せない、なんだったっけ、なんかアンナさんがタメ口でいいよってタメ口でいいよって連絡が来てて、その時その返信に姫野は分かったって返したんですよ。でもその後に分かりましたわら慣れないですって書いたそうやっぱ慣れないですって、そう合間で見れます、本当に、じゃあ見る。ヘイタにニックネームつけてもらってちょっとダメだ、リコさん昨日も言ってたね、行く。そう岡山で撮影した森かすみさんのすっぴんから、あ、そうそうそう、あれもめちゃくちゃ可愛い、あの時の17歳がこんなにいっぱいなって感慨深い、まずきちゃんお誕生日おめでとう、ありがとう。もっとテレ東の人、テレ東の方かな、森かすみさんです。クレシーさん夜の午後の砂場おとついちょうど、あ、そう千鳥さんのそう赤い服着てて可愛かったよね、話し方も。そう森かすみさん6月16日29、あ、そうそうそう、あのね私が6月16日に大尊敬してる、あの森かすみさんって書かなかったんですよ、大尊敬してる方のお誕生日ですみたいな、おめでとうございますみたいな感じでツイートしたと思うんですよ、6月16日に。そしたらなんか田中幸子さんも、そう田中幸子さんも6月16日に誕生日ってことがそう判明して、あすごい、もうなんかあのなんて言うんだろう、ややこしくさせちゃったというか、なんかまず STU のファンの方、なんかこの私が森かすみさんを知らないっていう人からすると、あれ田中幸子さんのこと言ってたっけみたいな、尊敬する人にあげてたと思えば、森かすみさんボーナスでドーンしてしまう。森生さんは毎日毎日放送落ちたんやけど、森さんもそこの毎日放送落ちたんやけどね、何それ毎日放送、それこそヒータの結婚祭しようしよう、おっとさんこんばんは、僕も同じ、あメタバス言ってたね、僕も同じ、おめでとう、おめでとう。6月20日は祝日にしようね、当たるヒント、陰ながら応援してるわ、影じゃなくて、おいでよ当たる、元気なのかな、そんなことないよ、ヒントの声本当にタメ口でいいよって連絡来てるのが羨ましいまあそうだよね、ファンの方々からするとそうだよね、そうなんですよ、アンナさんとユニバも行こうねっていう話もしてて嬉しいですね、ありがたいですね。世紀末の人間さん、ユニバにも嬉しい、25日お祝いのうちを持って、嬉しい、まあ、でもさ私も言うね、私にはタメ口でいいよオッケー森かすみさん、テルト
休暇取る、そうむずいんだよね、難しい。一度温泉旅行行けばタメ口で話せる。一度温泉旅行アンナさんと、でも私アンナさんと二人で遊んだことないんですよ。そうで多分、え、わかんない、合うのかな。でもユニバ行こうみたいな話してるから、したから、そう初めて遊ぶのがユニバってすごくないすごくない、わかり、楽しみ、それな。うん、まあ1時間目だから、だけど起きれる私は起きれるか心配だし、むくんでないか不安。マジでもう4時ぐらいから起きてむくみ取りをに専念しよっかな。あのさ、それじゃあ、そうなんだ、コークさん、そうコーク先輩も同じ誕生日でした。6月生まれがやたらに多い。さらな、なんか6月生まれって多くない？多いよね、6月生まれ。え、この方も誕生日だったんだっていうか、なんかそう、なんかめっちゃ見る6月。なおさん、ひーたん、オッケーさん、こんばんは、おめでとうございますひーたんと結婚したすぎる人生だった。なえさんでかっ、なんか終わったみたいな、まだわかんない、私もまだ未婚だし、結婚するかもしれないじゃん、私未婚だよ、人生だったって言わないで。そうメタモさん、今日誕生日休みをとりました、ありがとう、最高、覚えてるよメタモさん、言ってたね去年も。新垣さん、なんでやねん、ひーたんお誕生日受けて、え、もう可愛すぎた。てかなんかメンバーにも言われるんだけど、姫菜のイメージが紫、そう紫って言われてるから、多分あのフリフリの衣装、 ST48 のあの先輩方の去年のツアーの新衣装の、あのフリフリプリキュアみたいな、あのそうあれが紫着てることが多い。多分みんな何似合う色を選ばれてるわけですよ。そうでなんか私は紫だったから、あ、やっぱ紫のイメージあるのかなみたいな。そうでメンバーにもどの色よりも紫、青か紫みたいな感じで言われて、そうだからひなつの花が紫で、やっぱ私紫のイメージあるのかなみたいな。でも可愛かった、さすがです、お花屋さん、さすが現役花屋さん。元気、今は一時的にお宅から離れてるの。一時的ってことは期待していいんだよね一時的って言ったからな、わたるわたる言ったからな、一時的って。自分は年パスあるから行くわ3人で行くアナさんと初めて、確かにユイナも連れていくといいかも、確かにね。そう、誰か2人で会ったことのある先輩いてますか？2人で会ったことない、先輩方と。安心してミラちゃん、お金出してね。じゃあひーたん未婚ですよ、実は未婚なんですよね、実は。本当はじゃなくて実は未婚なんですよ。これでやばいですよ、結婚してたら。日本で一応多いな。え、そうなの、8月なの。あとさ、先週誕生日だったの、ひーたん親近感湧いて一緒じゃん。なんかさ、同じ誕生日月って嬉しくない？同じ月に生まれてるんだよ、同じ月にこのように生誕してるんだよ、やばくない？誕生日ってすごくない？私今日生まれたんだよ、今日22年前の今日生まれたんだよ、意味わかんない22年前の今日生まれたんだよ。てかまずこの世に誕生して22年も経ったんだよ、すごくない？すごくない？私22年生きてるって考えたらすごいよね。ひーたん、マグさん、ひーたんと焼き鳥回転したい。え、回転しようよ回転しようよ、本当に回転しようマジで上間焼き鳥焼いて今のはサブメニュー作るわ、サブメニュー。7月はユイナだけ、そう7月7日ね、生誕くじ引きま、どうだった、乃木坂カラーでもそうだね、乃木坂さんのカラーだね。紫はこの色って感じ。なんだこれ、ケンキさんこんばんは、ミラさん、ヒータにお花に、本当に赤とか、私ね赤似合うのかな、赤似合うのかな。でもあ、これ紫だった、赤か、配信で見たらめっちゃ赤に見えない、可愛いでしょお花、イエーイ、危ない
スミンとも婚約は、カスミンとも婚約しないです。カスミンってか誰とも婚約しないです私は。てか今結婚してギフト飛んでたよね。誰だ誰だ、姫菜と結婚したな、モピラさん結婚したいの姫菜と。強すぎる本当にね、耐えよう。ハルさん、ヒーターも双子座、ヒーターも双子座。なんかね、昔小学生ぐらいの時になんか自分の星座が、え違うごめんめっちゃ嘘ごめんなんもないんだけど、ごめん別にごめん何もない今の歯は何もなくて、あの双子座だった、双子座ん 星座が書いた鉛筆とかがあって、なんか私ピンクがその時好きで、ピンク色が9って何、9って9月ってな、乙女座、乙女座ってあるよね、乙女座ってあるよね、9月って乙女座って9月乙女座ってあるよね。なんかそう、なんか星座の、星座が書いてるボール、なんかペンがあって、なんかそう双子座、なんか双子座のペンの色可愛くなくって自分が双子座であることをめちゃくちゃ憎んだんだよね。時間聞いた、今なんか時間見えたかも、50分今やばい、それだけでも押したくなるね。月は違うけど、フェスティスの栗原さやさんとは誕生日と全然一緒、いつもあんまりか、すごいね、そこまで一緒は運命感じる。くんちゃん誕生日ありがとう、こしてかぶさんおめでとうありがとう、バイウさん、ひたん、うえま25日新しいペンライトカラーでいいの、あそういえば公式プロフィール見てくださった方だと分かるんですけど、桃と青に戻ってる、そう戻りました25日はでも青水色がいい青水色がいい、25日は青水色でいいです、いいよお願いします。テンションがいい、腰痛そうになった、一緒に誕生日パーティーできてね、一緒に誕生日パーティーできるよね、でもケーキ一つは嫌だケーキ一つは嫌だ、二人が同じ誕生日、なんか私お母さんと同じ誕生日だからさ、ケーキのプレートにお母さんの名前と私の名前が書かれてたの、そう12月24日に誕生日の方と同じような、なんか誕生日プレゼントとクリスマスプレゼントは別ですみたいな日本盛り上がってたの2002年、2002年って何があった、私が生まれた年、アレンジメントセロハン撮って飾った、長持ちするよアレンジメントセロハン、そうなの、あれこれこれってか、そうなんかリボンがついてて、このお花、今回のこのいただいたお花上にリボンがついててめちゃくちゃ可愛い、やばい、みんなさあれじゃん、今流行りじゃんリボンって、流行りもの、めいちゃんに誕生日ないんだよね、でもマカロン作ってもらったことある、間に合いますよ、まだの方間に合いますよ、こんばんは、青色色、そう記念に、そう幻のペンライトカラーなので、最後の公演水色の皆さんが振る最後の公演です、そうだから、そうでもね嬉しかったの、ここの森瀬姫、あのお誕生日おめでとうのこのハート見えるかな、ここにあの何青と水色でハート書いてくださってて、ごめんと思って、でもねそうかぶってるのはちょっとまずいから、食べてないバースデーケーキ、2002年はサッカー日韓ワールドカップで盛り上がってた、あそうなんだ、25日はひめちゃんプチセーターペンライター、あれプチセーター嬉しい嬉しい、新しいプロフ画像は何点ですか、マイナス50点、お誕生日ありがとう、そうだよまだできる、プチエさんこんばんは、これかも、お誕生日ありがとう、あひめなちゃんシナモンお願いします、ありがとう、オッケーありがとうじゃない、もうちょいこっちにやろうかな、これでスクショタイムか、じゃあ今からあ今からスクショタイムしますね、いくよもう一回やる、はしゃてるみんな大丈夫かな、
よみんな。取れた？みんなありがとう、本当にみんなの愛が詰まったこのお花を大切に育てます。22歳、あ、マイナス50点。マジマイナス50点、もう本当に嫌だ。本当に嫌だ、あの足本当に嫌なんだけど、みんなどうすればいいの、あの足本当に嫌だ、嫌すぎて嫌もう。だから来年は可愛くするね、マジでちゃんと可愛くする。間違い、ありがとう、ありがとう、みんな遠近法で。姫田っぽいねって言ってくれたひーちゃんが、ひーちゃんとお花取りに行ったんだけど、そうそう、てかなんか公式さんがあの上げてた写真、上の2枚はめちゃくちゃいいのに下2枚そう、ひーちゃんと今日ご飯行って、その公式の写真見て、なんかめっちゃいいめっちゃいいって不安、あんなに保存してたのね。下2枚、ひーちゃんが下2枚、3枚目見た時に、え、4枚目見た時、えみたいな。最初の 1,2 枚褒めてくれたのに、そうおもろくない、ええって言われた。そう、今回てか去年はあれなんだっけ、自分で写真渡したんですよ。そうで今年はそうマネージャーさんが選んだのかな、公式批判、批判じゃない、でもあれが可愛いって思って載せてくれてるんですよ、マネージャーさんたちは。そう、嬉しい、ありがたいです、ありがたいです。あーし、満腹な笑顔で割と好きな、満腹な笑顔って違うんだよ、まさかあれ、なんか私基本笑わない、なんか笑ってた、完成されたら。あーしゃ、もうほんと嫌、マイナス50点すぎる、マイナス100点でもいいな、マイナス50、まあまあマイナス50点、自分の顔好きなので。お花の私そうなの、そうみんな褒めてくれたよ、これ今日これをね、そう事務所から持って帰るときに、もうこうやって抱えて持って帰ったの、こうやって、そう、そしたらもうみんな見てくれて、そうみんな見てくれてました、すごい。そうだからひーちゃんとさ、これどういう、みんなどうやって見てるんだろうねみたいな、これからお見舞い行くって思われてるんかねみたいな。カラキャイさん、あ、誕生日ありがとう、カラキャイさん今年も好きでいてね、何回結婚され、今回は結婚され、なんだろう、そんなことないよ、そうなん、そうそうそう、ひなちゃん思ったりする、そう、誕生日おめでとう、ロさんありがとう、そう別会、そうなんかでもさ、退院じゃない、何、お見舞いにしては豪華すぎないみたいな、んじゃあ退院祝いとか。そうめっちゃ見られた、みんなに、街行く人に、見た、みんな大丈夫かな、時間そろそろ、じゃあそろそろ壇上読んだ方が、58分になったら教えてほしい、名札外してなかったの、名札外してない、なんか自慢して歩こうかなと思って。去年のアシャリーとも本当に、私去年の方がもういいなと思ってきて、そう、まあ58、本当に50、ありがとう、自分を花で例えるならバラ。あと2分、やばい、じゃあ壇上読みたいと思います。13位、ゆいち、ありがとう、ゆいち。12位、ひなつんもありがとう。11位、つぼのしんさんありがとう。10位が清水さんもありがとう。9位がこたつ猫さんもありがとう。8位がお疲れライスさんありがとう、お疲れライスさんも。7位がみやさんもありがとう。6位が南光さん、南光さんもありがとう。5位がゆうさんもありがとう。4位がよしやみさん、ありがとう、よしやみさん。3位がいっくんもありがとう。2位がうっちありがとう、手紙いっぱいありがとう、嬉しかった。1位がふくちゃんもありがとう、嬉しい。あと1分、ありがとう。
トゲがいっぱい、そう、そうそう、トゲがあるから名前バレバレやね。そう、売名行為してきた。売名行為。みんなじゃあスクショして、スクショして最後までツイートしてね。0時0分までは私の誕生日だから。やだ、誕生日が終わっちゃう。ツイートしてね。ありがとうみんな、ほんとありがとう。めっちゃいい匂いするのこれ。ありがとうございました。皆さん今年も素敵な誕生日でした。幸せな幸せな誕生日を迎えることができました。ありがとう、みんなさんのおかげです。この1年もよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。